ヒラヤ・ベロック・ジョゼフ・ヒラヤ・ピエール・ルネ・ベロックは、フランス系イギリス人の作家、歴史家、社会評論家。父は、フランス人の弁護士、母は、イギリス人で、ジョゼフ・プリーストリーの孫。1902年に、イギリスに帰化した。チェスタートン兄弟との協力関係が有名。パリ近郊のラッセル・サンクルーで生まれる。 エッジバストンとバーミンガムで、ジョン・ヘンリー・ニューマンが主催するオラトリオ会の学校で教育を受けた。1891年に、フランス市民として、トゥールの砲兵大隊で兵役を務め、その後ベリオールカレッジに入学し、歴史を専攻する。1895年に、オックスフォード大学を最優秀の成績で卒業し、政界へ進む。1906年から去る。 フォードサウス出身の自由党会議員として活動するが、議会政治に厳滅して1910年からは著述に専念する。一時期、アイ、ウィットネス、ラントウォーターなどの雑誌を編集したこともある。オックスフォード運動を推進した J.H. ニューマンは、富の生産、利益の追求、協楽の手段の蓄積などに反対していたが、 ベロックはそれらの主張を発展させ、個人主義と自由主義経済を断罪する。彼の攻撃は、政治上の民主主義にも及ぶ。1910年代の初期に、フランスではサンジカリズムが勢力を強め、議会制民主主義は腐敗堕落の温床であり、ドイツ人、ユダヤ人、プロテスタントは、連合を組んで、フランスを滅ぼそうとしている、と考えていた。ベロックは、 フランス文学への素養とともに、このサンジカリズムの思想を採用し、カトリックへの信仰とともに、チェスタートン兄弟に伝えた。ベロックの政治経済論として、最も知られているのは、奴隷の国家ザサーバルステートである。その中で彼は、ヨーロッパやイギリスの経済史と現状を次のように、外観した。古代の奴隷制が、 中世のキリスト教が支配した時代に解消し、財産が広範囲に分配されている社会が作られた。封建社会が崩壊することにより、資本主義が成立し、生産手段を所有する少数者と圧倒的多数の労働者に分裂する。資本主義社会は本質的に不安定なので、法と社会慣習が人間性と一致し、 経済的な充足と安全が叶うような解決策が求められるようになる。ベロックが提示する解決策とは次の三つである。生産手段を共同体の政治的役職者に委ねる、集産主義一般市民がそれぞれ財産や生産手段を所有していた、分配型体制を再建すること生産手段を持たない者が持つののために働くことを法的に、 強制され、それと引き換えに、生計の安全を保障される、奴隷国家ベロックは、一番望ましいのは二つ目の、分配社会だが、実際には三つ目の、奴隷国家ができつつあり、社会主義者が提出する、様々な解決策は、理想的な集散国家を作り上げることを目指しており、それはプロレタリアートにとって我慢できる程度の、奴隷国家を作ることに他ならない、と説く。 マックス・ベア、イギリス社会主義史、4位は波文庫、1970年、P238 から239。ありがとうございます。